前科3番893番チョイ太郎です。本日のお話は、おい柴田、もとい柴田さん、ライジン参戦しないというか出ないことになったんですね。動画見ましたよ。我がチョイ太郎が始めるね、回転させる人気カフェが、まあ5月ということで重なってしまって、あ、なんか来てくださいとか言いにくいなとか思ってたんですよ。まあそのライジン出ない理由が、まあ運営さんとのこの連絡の齟齬、柴田さんの方からいつですかっていうことがあっても返答が来ないということですね。わかります、わかります、わかりますとも。あれ、そういえばずいぶん前から人気カフェオープンしますからよろしくお願いします、いいですよ。答えはものすごく優しい愛にあふれる答えなんですけど、具体的にいつ行くとかいつ来てもらえるとかっていうことは全くございませんね、未だに。はい、もうこの人気カフェは柴田さんありき、柴田さんが来てくれる、柴田さんが宣伝してくれる、もうそれで全て予算もスタッフももうコンセプトも全て柴田ありきだったんですが、全く連絡ないんで、もうついに営業がね、この日までのびのびになって、もう損害賠償をしたいとか、もうね、この怒りの矛先をどこにぶつければいいと思ってたところ、まあ、ライジンがあるからと。私もね、大人なんで我慢して、もう出ないということになれば、もう明日から来ていただいても結構です。全然準備しております。まあね、かといってもね、やっぱり柴田さん、人気者ですから、営業時間日中に来るとあれなんで、午後7時、19時以降、ていただければね、ちゃんとセキュリティもバッチリ、シャッターも閉まって、その中で撮影、もう思う存分我が家と思って撮影していただければありがたいかなということで、お待ちしております。以上です。